こんにちは、ももです。プロです。ももクロチャンネルです。はい、というわけで第2弾ポン酢食べ比べ、イエーイ。そう、パンダかって感じですね。パンダかめちゃくちゃすごい。うまじょ、お久しぶり。皆様のポン酢ライフがより楽しいものになるようにお祈りしております。まさかこんな罠が割ったらいいんじゃない。人が食べたいだけ。もう結構みんな特徴ある感じです。ごま風味とか、ニンニクポン酢とか。ニンニク大好き。あの、前回コメントで一番おすすめで多かったのがこれなんですよ。アサヒポン酢ね。私も最近その私たちの YouTube 見てくれた友人がアサヒポン酢これおすすめだからってプレゼントしてくれました。そうやってなんかいいね、YouTube を見てることも感じられるプレゼント、なんかその時間を使ってくれたことが嬉しいにもかかわらず、さらにもうないの缶切り。いけそう、いけそう、いけそう、すごい、いけそう、すごい。これうちにさ、こういうビールあってさ、超頑張ったのこの間。ないからもう靴とかのさ、間のやつとかこうやってもう無理だった。炭酸だけ抜けた音がして開かなかった。いや、本当にない、絶対ない。買ってよ。その時今楽天で買った、声探したもん。まさかこんな罠が。確かに私のアサヒポン酢そうじゃなかった。一番食べ比べたかったやつ。無理だよね。割れそう。割ったらいいんじゃない。これとか無理だよ。曲はちょっと潜ってみよう。いや、ほんとあんだよ。なんかね、靴の裏に入れて。あるよね。やった、あれやった。靴に入れる。さすがにやってない。ベルト。いいよ、いい感じしたね。ちょっとスプーン、スプーンでいけんのか。スプーン難しそう。ベルト、ベルトがないな。ベルトってないよね、結構。ベルトお母さんにこの間貸して帰ってきてこんな。惜しい。あったあったのに。10円玉、ちょっと10円玉やってみ。10円玉でどうやってやるの。利き手ではない方の手で線をしっかりと握る。握った親指線の利き手の方が10円玉。買いな、今、もうじゃん。はい、線抜きですね。あいつすごいな、あれがないと代用できない。なんか普通さ、会社とかでもさ、俺が辞めても代わりはいっぱいいる。この人はいない。今10円で、10円でやろうとしてるよ。あ、気をつけて。10円玉、気をつけて。あ、怖くない。負けに決まってるやろ。だよね。A4 の用紙だって。ホッチキス。あそこの部分かね、マイナスドライバーある。ももちゃん待って、こういうの持ってんだ。今線抜けで検索したらこれが出たから、うん、これをどうにかどうにか使い方で線抜けんのかなっていう。抜けないでしょ。あ、そうだよね。開けたい。マイナスドライバーある。ももちゃん、マイナスドライバーない。くるくるするやつ。開けるまで帰れまってんみたいに。まだ10円。もう一回10円。もう一回挑戦。バズーカさん、ももクロチャンネルのプロデューサー頑張ってます。手本当に切んないでよ、その大事な手。かわいいっすね。あれだ、ミラーネイル。行くの？気をつけて。うん。いやー！何？痛そう。怖い怖い怖い。こいつ本当手切れそう。怖い。開けて。開けて。触るか。あ、なんか良さそうなの落ちたぞ。いや。なんかよくわかんない。あっちにあるな。ももちゃん、あれじゃない、腰。何？コスト少々の。あ、なんかあれで貸してくんないかな。隣の部屋とかにピンポン。あった。それのマイナスドラ。できんの？うん。あ、ベルトすごい。ベルトは相当で、ベルトが2位で1位がマイナスドライバーだった。あ、オッケー。イントレさせて。回しながらねじ込む。刺さった。気をつけてね。あ、これいくな。あ、危ない、怖い。これ人のやつ。
でもね、入るもんだって。地道にやればいけるやつだ。まさかこんなことでてこずると人が食べたいだけ私のビールもこんぐらい頑張った。でもハサミでほらほらこうなってきたもん。あ、くそ人が力入れてるのみんな怖くない？怖すぎる。でもちょっと危ないかも。ほんと何かが飛んだらさ、どっかにこれ来たみたいなさあ、ごめんごめん今危なかった。向きが怖いね。うん、でも映ってないよ。これせっかく一本にすんだからいけそうじゃない？あ、だってもう今いけそういけそういけそう、すごいいけそう、すごい俺が辞めても代わりはいっぱいいる。こいつほんと手切れそう。人が食べたいだけいけそういけそういけそう、すごいいけそう、すごい。あっ、あっ、おほんとえ、こんなとこだって、それ合コンで来てこと。やばい、待って、急いで。ええでも開いたじゃん。ねえ、動けない動けない、ちょうだいちょうだい。え、ほんとちゃんと拭けた？こいつこの女ポン酢くせえって思われちゃう。やばいぞ、なんてことだ。びっくりしたびっくりした、びっくりした。まあでもなるよね、こう。それはまあ想定内ではあった。ないではあったよいや、よかったよ。でも知る、ま、このこれとかが飛まなくてよかった。これが飛んでこことかに刺されたね、うん、怪我がなかっただけ、うん、本当によかったよかった。これ使ってもいいやつ？うん、使っていいよ。使っていいけど、うん、まあ使っていい、ありがとう。あ、多分これこっちの方がいい、どっちがいいか。でもこれ一石二鳥で床拭いたりできるよかったね、相手よかった、食べれるドライバーもこっちまみれだよ本当に。皆さん、お家に今栓抜きない人こうなっちゃうんで買っといてください。やべえ、買っちゃったよ、栓抜きいやいやいや、買っていいんだって、それ買っていいんだよ。今の間に買っちゃったよ、買っていいんだよはい、じゃあ食べましょう。アサヒポン酢、はい、はい、うん、美味しい。味が濃い美味しい、うん、美味しすぎて美味しいだよ。